次のコメントです。赤石さん、こんばんは。質問があります。1995年頃ですが、ザ・ブームというより、宮沢、ごめんなさい、読み方わかんない、さんが M ステで、なんでつまんない音楽がもてはやされ、バカ売れするんだ、たちの方が本物の音楽をしてるのに、という内容の手紙という曲を歌っていました。あ、曲ね。 M ステでそういうコメントしたのかと思った、ちょうどゲストにビーザ TRF がいたので、そのつまらないビーザ小村さんのことをさせていたんだと思いますと。ザ・ブームはヒット曲もあったし、音楽的な評価も高かったので、その態度を取るのは今思えばちょっと大人げないと思います。そこで質問なんですが、と。やはりどんなアーティストでもビーズや小室さんのようにヒットチャートの常連になるぐらい売り上げを望むものでしょうか、と。バカ売れしなくても活動を続けるだけの人気と評価と売り上げがあるから、自分の好きな道を進むという考えって、やはり持つのは難しいのでしょうか。ちょっと長くなりましたが、ご回答の方よろしくお願いしますと。はい、まずはだから、ブームという方がね、つまんない音楽、まあね、歌詞ですからね、なんか結局ブームっていうのがよくわかんないんですけども、音楽とかも聞いたことないんで、基本音楽聞かないんでわかんないんですけども、おそらくだからそのビーズとか、まあ小室さんとか、まあその辺の音楽とは全然違う感じの音楽なんですよね、きっとね。で、それが好きな人が集まるわけじゃないですか。で、そうするとその人に対してこういう風な言葉っていうのは聞いてて楽しいじゃないですか。なんで、そういう風な歌詞を作ったのか、まあもちろんだからそれは自分の中にもあるけども、でも別にだからそれを全面的にそういう風な感じのネガティブな感じとかでやってたらね、ヒットっていうのは絶対にできないんで、ヒット曲っていうのは。なんで、ある種だから、まあこういう風なことをやると、僕らのファンは嬉しいだろうなっていうところでやってるっていう、なんかまあ戦略でもなし、騙してるわけでもないんですけども、だってもちろんだってその人たちもそういう風に思ってはいたし、思ってるんだけども、その微妙なとこなんですけどね。でもだから割と、まあどっちかよくわかんないですけども、本当にその方とちゃんと話したことはないんで。なんで歌詞っていうのはね、本音ではあるんですけども、ある種若干マーケティングな部分とかもあったりとかして、でそこがうまくいって売れるっていう結果としてっていうのはあるんで、まあどっちなんだろうなぁと。だからまあつまらない音楽って言ってもね、だからね、そのね、多くの人はつまらないと思ってないわけですから、もうその辺をね、あんまりなんかこう、ああだこうだってね、こう、戦うとね、戦争のもとですからね、あんまりやりたくないなと思います。はい。だからね、音楽的な評価も高かったとかね、別にね、音楽的な評価もね、どっちでもいいと思うんですけども、今思えばちょっと大人げないっていうのはね、だから、何なんですかね、なんか、レコード会社が、これやった方がいいよって言ったのか、何かしら事情があるけど、なんかそういう大人げないっていう感じ、ですかね。はい。で、質問なんですが、と。どんなアーティストでも、ヒットチャートの常連になるような売り上げを望むかっていうの。まあ僕の場合はだから本当にもうそういうのが、すごく、僕と松本さんとかはすごいそういうのが好きで、で、それでずっとそういうふうな方向でやってたりはしますけども、他の方はよくわかんないです。はい。バカ売れはしなくても活動を続けるだけの人気と評価と売り上げがあるから自分の好きな道を進むっていう考え方、まあね、自分の好きな道を進まないとバカ売れしないんですけどね。バカ売れするために自分の好きな道を進まないと、わけわかんないな。バカ売れしないんですけども。やっぱりそういうふうなね、いろんな方の言うことの話を聞いて、なんかそれをちゃんとなんかこう、そういう人たちのやる気を失わせないようにして、神経を逆なでしないようにして、僕でね、下手なんで全然できないって、松本さんはすっごいうまいですけど、なんで売れるんですけど、特にだから今はそのプロ、音楽のプロっていうのも、だから音楽だけの収入で、食べてるっていうのがもうプロっていう時代ではないと思うんで、マルチインカムの時代なんで、音楽で伸びるとか、なんかね、だいたい基本的にね、著作権収入っていうもの自体がね、全然もうダメになってるから、好きな音楽を続けていればいいんじゃないですかっていう考え方がおすすめしてますし、どんどんそういう人がすごく増えてきてはいます。なんかね、大学で教えたりすると、やっぱそうですねって言って、ね、別にそんなバカ売れしたいとは思わないっていう。だいたいそのバカ売れする人たちっていうのがもう今いないじゃないですか、そんなに。そんなみんながもう老若男女、いろんな人がいろんな世代でっていう。ね、だって、僕ね、実家帰ったらね、妹もね、両親もね、なんか、ひろゆき知りませんからね。それ誰って言うの、ひろゆきそうやって言ってるよって、それ誰つって。もう本当にもう、そういうジェネレーションギャップっていうんじゃなくて、本当にトライバル化っていう、本当にもう、好きなことだけしか知らないっていう、そういう時代で、別に全然それでいいと思うんですけど、ね、だって縄文時代とかそうじゃないですか、そこの部族のことしか知らない。みんなでなんかこう、
なるべく多くの人と共有するっていう考え方が、結局それで儲かるから、でも儲かれば儲かるほど、だから今の金持ちがさらに儲かるだけで、一人一人の幸せには全然つながらないぞという感じなんですよね。だから、持つのが難しいっていうことは全然ないし、これからの主流だと思います。バカ売れはしなくても活動を続けるだけの人気と評価と売り上げっていうか、まあだから食えりゃいいかっていうか、まあ食えなくてもだから別に。なんか、まあ、自分がやる気ができるような何かしらの評価っていうのかな。なんか、そういう人に役に立ててるみたいな実感みたいな。そういうようなものがあるかどうかっていうところが一番大事だと思うんで。なんで、本当にもう、この仕事、その音楽の仕事は何でもそうなんですけども、資格のない仕事っていうのは、ね、まあ、例えばだからね、タクシーの運転手さんとかはね、まあ、それもね、だから楽しくて好きな人っていうのもいっぱいいると思うんですけども、やっぱりそれは、その免許証がないとダメだっていう。そうじゃないとなんかね、闇営業になっちゃいますから、そういうふうなものがあるんですけども、ミュージシャンの場合はね、ミュージシャンかどうかっていうのは自分で決めることなんで、なんでまあそこがまあちょっと特殊っちゃ特殊だし、まあでも全部そうっちゃそうだしっていう感じです。なんで、自分の好きな、まあ活動を続けるだけの、評価っていうのが、続けるだけの評価ってのもね、だって自分で決めることじゃないですか。その評価がないと続けれないっていうモチベーションの問題だったでしょ。人気ってのもそうでしょ。売り上げってのは食えるか食えないかでしょ。でもそれだけで食う必要もないと思うし。みたいな感じでね、なんかね、いろいろ掘り下げるとね、なかなかいろいろ面白いことができて、いろいろ学びがあると思います。じゃあなんかね、ちょっとね、説教臭いよね。なんかね、この説教クソじじい。あ、説教クソじじいっていいね。はい。そんな感じで、なるべく説教しないようにしようと思ってるんですけども。なんで、持つのは難しいとは思わないし、これからそういう人はどんどん増えてきてる実感はすごくあります。はい、ありがとうございます。